彼が帰還する。ミハイはくたびれ果てている。彼の孫娘たちが彼に手を貸した。15歳と10歳の姉妹、アグレッサーと対決させて運動神経からデータを吸い上げるプロセスでも彼は常に消耗してきたが、今日は肉体年齢があらわになっている。自分から採取したデータで飛ぶ無人戦闘機の損害が開戦直後よりも次第に増えてきていることを知ると、ミハイは前線の戦況を自らの目で確かめるのだと言い出した。年齢のせいだけではない。あまりに長すぎる飛行時間ゆえに超航空の過酷な環境にさらされ続けた彼の体は痛めつけられ、蝕まれていた。だが彼は粘り強かった。今日彼は28年ぶりに戦闘を行った。あのスーツでも無理なのだとすると、彼は実戦ではどれほどの G をかけて飛ぶのか、我々技術人の予想を上回る飛行を行っている。我々の無人戦闘機にはまだまだ改良の余地があるのだろう。懲罰部隊がどう懲罰的かって、ここが腐った場所だからさ。世間のあらゆるところに必ず潜む腐敗の匂いが、ここでは普段呼吸する空気そのもので窒息させにかかってきやがる。ここには何種類かの生き物がいる。ダニのような感触と、獰猛な犬と、懲罰兵のメカニックだ。ああ、それからネズミと、懲罰兵になって空を取り上げられた搭乗員もな。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつまで、こいつらは時々地上でエンジンを吹かす係だった。エルジアの偵察衛星からは赤外線で見えてただろう。防空用の本物の戦闘機なんてここには何機もなかった。前の戦争で負けて以来、エルジアにはもう偵察衛星なんてないはずだろうって。ああ、代わりに優秀なハッカーを育てて、今はこっちの衛星の半分は連中の目になっちまってたんだ。私はたびたび脱走を試みた。その都度犬どもの世話になり衛星に入れられた。中にいる間は監視の部屋から聞こえる声がいい慰めだった。そう、みんながファンになったのは敵国エルジア放送、自国民を鼓舞するエルジアの王女様の声だった。囚人だけでなく監視どもも敵の王女様のファンになっていて、王女様の出演時間にはボリュームを上げた声があちこちから聞こえてきた。敵はこっち側よりよほどまともに戦力や労働力を得られてるに違いない。王女の言葉には何にも増してその通りだとうなずきたくなる誠実さがあり、最近ではユーモアと華やかさが加わってきた。それに引き換えこっち側ときたら、王女様がオーシアの火を指摘するたび囚人とも燃え上がった。ここの囚人たちほどオーシアの非道を実感してるものはなかったからな。オーシアをやっつけろ、おおだ。私はこんなところで汚い空気に窒息させられるつもりはない。ダークブルー、エルジアを欺瞞するためのまがいものじゃなく、大空を飛べる戦闘機を組み立ててやる。私にはそれができる。前回の作戦失敗が示すように、アーセナルバードによって強化された敵正面防空網は突破を困難なものとしている。だが我々は何としてでも速やかに軌道エレベーターへたどり着かなければならない。そこで救援を待っている存在があるからだ。それは環太平洋戦争の英雄であり、軌道エレベーター建設の中心人物でもあるハーリング元オーシア大統領。ハーリング氏は軌道エレベーターの視察中、海戦に遭遇した。施設を占拠したエルジア軍との戦闘に巻き込まれたものとして最近まで消息不明となっていた。だが最新の情報によれば、
ハーリング氏は同行していた武漢の働きにより施設内で身を隠し脱出の機会を伺っているらしい。軌道エレベーター周辺は敵の対空レーダー網が配備されており、大部隊の移動では察知される可能性が高い。そこでまず短期が敵警戒エリアを抜け、そのすぐ後を救出部隊が追う。軌道エレベーター周辺には無数の対空レーダーが設置されているが、調査により都市セレタプラ東南の海岸線沿いが一番監視の手が薄いことが判明している。敵の目を盗むならそこしかない。また今の季節は多くの雨雲が出る。雲の中を飛行することでレーダー網から隠れることもできる。万が一敵のレーダー網に発見された際には作戦続行は不可能だ。本作戦の短期突破はトリガー君にやってもらう。突破後は救出機の着陸地点確保のため付近の対空兵器を破壊せよ。すぐにゴーレム隊含む後続部隊が到着する。合流後はハーリング氏を運ぶ救出機の援護をしろ。幸運が君たちの上にあることを祈る。機体の準備が整った。速やかに出撃せよ。作戦は失敗だ。レーダーに捕捉されるな。また一切の兵装の使用も禁止する。君はハーリング救出作戦の先陣だ。ミッションの成否は君にかかっている。頼むぞ。雲を飛行中、着氷に注意。進路が分かれている場合はどちらでも好きに進め。お前の足跡はこちらで追っているから大丈夫だ。トリガー、現在ランデブーポイントまでの行程の半分まで来た。孤独な戦いだが、レーダー上の光を見つめながら君の無事を祈る奴がいることを思い出せ。私もその一人だ。目的地まで4分の1の工程を残しているが、だいぶ来たぞ。もう少しだ。ハーリング大統領は私にとっては今でも大統領なんだ。戦争を終わらせ、軌道エレベーターを建設し、そこから宇宙船まで飛ばした。それでいて気取らない英雄、そんなところが好きでな。ぜひ彼を救出したい。協力してくれトリガー。ランデブーポイントは目と鼻の先だ。頑張れ。問題なし。状況はこのまま。異常なし。RTB 起動する。トリガー。任務の第一段階をクリアした。ご苦労と言いたいところだが、これからが本番だ。無
線封止を解除。派手に行こう。航続機はすぐに到着する。軌道エレベーター周辺の対空火器を破壊せよ。シーボーリングランニングゾーンを確保する。メイリス、目標を破壊。無線封止を解除。派手に行こう。航続機はすぐに到着する。軌道エレベーター周辺の対空火器を破壊せよ。シーボーリンのランディングゾーンを確保する。メイリス、目標を破壊。メイリス、ミサイル発射。注意、敵のロックオン。サムの約半数を破壊した。明日、シーゴーリンが間もなく到着する。それまでに対空兵器を排除するんだ。全てのサムの破壊を確認。まだ対空砲が残ってる。全て排除し LZ を確保せよ。こちらシーゴーリン、ただいま到着した。 LZ は確保できたのか。作戦進行中だ。待機せよ。敵の対空兵器が残っていては救出部隊が着陸できない。全て破壊せよ。全ての対空砲の破壊を確認。着陸の障害となるものは排除した。シーゴブリン、着陸せよ。救出機は無防備だ。ゴーレム隊、明治隊、撃墜せよ。休憩はないぞ。できる奴には仕事が集まる。どこでも同じだ。行こう。ガーゴイル隊は軌道エレベーター周辺で待機。こちらシーゴーリン、これより元大統領の元に向かう。コンテナまで走れ。いや、すみません、乗り切れないぞ。敵 UAV を全滅させろ。
諦めないで。残り3機。スカイキーパー、マザーグースワンの護衛を続けるべきか。当たり前だ。狙われてる。マザーグースワンが旋回している。どういうことだ。軌道エレベーターに向かっていく。高度が安定している。誰が操縦しているんだ。大佐で
ではないだろう。乗っているのはハーリング氏だけだ。マザーグースワン、応答せよ。ミスターハーリング、応答してください。護衛対象に逃げる気がないんじゃ守りきれないぞ。落ち着け、仕事は何も変わっていないぞ。戦闘に集中しろ。ミスターハーリング、私たちは諦めませんよ。マザーグースワンに UAV が取り付いたぞ。トリガー、行くぞ。撃墜者を命じたい、急げ。作戦時間残り1分だ。レーダー照射、ロックオン。マザーグースワン、180度反転し戦闘空域を離脱せよ。マザーグースワン、ミスターハーリング、あなたが操縦しているのですか。アーセルバード、リバティ、ウェイポイント2通過。クソ、 UAV が攻撃をやめない。しつこく輸送機に絡んできやがる。アーセルバード、リバティより発進した UAV が。メッツ、メッツ。なんてこった、マザーグースワンが撃墜されたぞ。ミサイルはどこからだ。ベイジ2のミサイルだ。大仕上げだ。味方機のミサイルが当たったんだ。今情報を収集中だ。憶測は慎め。味方の誤射だ。俺は見た。マザーグースワンは空中で爆散した。生存者はいないだろう。ミサイルから軌道エレベーターを守ろうとしたようだった。エレジアで英雄を殺しやがって。ベイジはトリガーだろうか。一番近くにいたのはトリガーだ。UAV は護衛対象にしつこく絡んで。はっきりしろ。間違いがあったんだろう。アーセナルバードが作戦区域に到達。ぜひ撤退、急げ。トリガー、君はしばらく出撃できない。理由は分かる。ハーリング元大統領救出作戦は失敗した。彼の生存は絶望的であると言わざるを得ない。トリガー、君には元大統領殺害の嫌疑がかけられている。査問を受けることになるだろう。残念だが軍法会議になるかもしれない。
私らにとっちゃうまくいかないもんで、敵が見事に陽動に引っかかっちまいやがった。まがいものだけでできた私らの基地は、規模だけから見ればオーシア空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日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 の空襲だ。敵がここを叩こうと真剣になったら、叩かれて出る損害なんかありはしない。バンカーに並べたハリボテと因数外の懲罰兵の命、それくらいさ。ダミーを作ろう合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっとは反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思ったやつが司令部にいたらしい。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつ、そんな連中に操縦桿を握らせて迎撃戦闘だ。毎日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 。そら、今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんはオーシア空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍の、その撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのは、この英雄的な伝言を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験した時、父さんは伝言に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られずに。私はこの話が大嫌いだった。なんて惨めな死に方をしたんだと父さんのことを惨めに思ってきた。最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきた奴について噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領、私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫酢をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日東大へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大。なんとハーリング殺しだ。タックネームはトリガー。我がオーシア軍団444航空基地機構隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したのか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。諸君らには自ら犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてワイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで、我が軍の反撃主力は無傷のまま準備を整えることができる。爆撃です。警報を止めろ。いつものやつだ。この僻地ザップランドまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。ダミー滑走路の上空に航空機を隔離。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だが、まだ離陸できる機体を何機か用意した。今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。
この基地から溶撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。